ゲイブ、お前 LA 道場のカール、クラーク、アレックスよりもガンガン攻めてくんな。それでこそ新日本のヤングライオンだ。野毛道場でトレーニングしてるだけあるな。またやろうぜ。せっかくタッグパートナーのタイガーさんと試合するチャンスだったのに、こんなにあっさりやれたら何も言葉が出てこないです。あと昨日のことを僕は忘れてないんで、プロレス王かなんか知らないですけど、丸腰じゃないですか。興味があるんだったらこの生意気な若手をぶっ潰してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。うん、いいんじゃないですか上村。うん、ものすごい気持ちでしたしね、俺のことをこの野郎って顔で見てるの最高だよ。最高。あれでこそヤングライオンだし、あれでこそ俺と組んでた上村に少し何かが伝わったかなと思うしね。うん、だってボストンクラブ行ってね、あんなふうに踏んでると思わなかった。でも全然俺はああいうの大好きだから、ほんと好き。うん、上村の熱い戦い、今日は辻よりも全然良かったよ。多分一番良かったと思う、4人の中で素晴らしい。ただこれをね、俺だけじゃなくて、いつも俺思うんだけど、彼らと当たるのはなんでいつも本体の俺とか長津さんとか他の連中やれんだよ。どれだけあいつらの成長してるのか、こんなのテレビで見てモニターで見てああでもこうでもって言ったら自分だってやってみればいいんだよ。どれだけあいつらが成長してるか、うん、俺はいつもそれ思うね。なぜ俺たちだけなのか。もっともっとみんな彼らと試合をするべきだよ。そしてみんなで本当に育てるんであれば、いろんなタイプの人間と当てて彼らを育てる、まあ、それが一番だと思う。同じ人間とやったってずーっとやったってしょうがない。逆に俺だって別に彼らの子守じゃないんだから。ただ今日の試合は素晴らしかった。カモフゲ、まあ彼もねロス道場で、ね、柴田君の下で鍛えられてるから、貴重な荒さもね素晴らしいし、あとはもう試合の場数、試合をもっともっとこなしていけば絶対にこの日本にいるヤングライオンには勝てると思うしね。今は勝てない。なぜならやはりまだまだ日本のレベルには追いついてないと思う。クラークとかあいつらはねもういいレベルまで来てるけど、彼らはもっともっと試合の場数を踏んで彼らと切磋琢磨して、日本とロスのアメリカのヤングライオンのこう成長をもっともっと彼らたちで作ればいいと思います。はい、ありがとうございました。はい、Thank you。明日。Tomorrow again。はい。Well, that's my first win in the company. ありがとうございます、タイガーさん。That's not good enough for me. Because I didn't get the win. Props to Tiger Sam, exceptional wrestler, you know, a true legend in this game. But I wanted to pin Tsuji. I wanted to beat Uemura. I won't stop until I've done exactly that. And when I have, I'll just continue to do it for another year or so until I get bored. I told you, we're a different breed. LA Dojo are a different breed. Look at Alex, Clark, Carl. Every single one of them, animals, elite athletes. And I'm no different. I'm just warming up. So boys, Jesse, get some ice on your necks. Uemura, get some ice on that arm. Be ready to catch another beating tomorrow. Orewa, LA Dojo da. Ijo.